和の音をお聞きくださりありがとうございます。二宮明です。私は北原白秋さんの散歩、北王子魯山人さんの拓案、石川拓木さんの激論、宮沢賢治さんの休息、与謝野明子さんの二月の雨、そして中原中也さんの無題を読ませていただきました。作品に、 よってですね、えっ、ー、とー作品によってこう難しい字が入ってたりとかですね、あのー、現代仮名使いじゃなかったりする部分もあったりするんですけれどもでも言ってるところはですね、あのー、やはり昔から、あのー、通じている部分がですね、えー、と現代でもあるのかなと思いましてえっ、ー、と正直その子どもの頃に読んだこともあるようなないような、あのー、文学作品ばかりだったんですけれども。 難しいのかなと思っていたんですけれどもまあ結局はみんな言いたいことは今も昔も変わらないんだなっていうのが僕の感想です。聞いてほしいポイントとしてはですねやはりたくあんがですねこれがどうも僕も読んでてもですねあのお腹が空いてくる内容でして北,原北王子ロサンジンさんって何でこうおいしそうに書くんですかね ぜひあの白米を持ちながらたくあんを聞いていただけると面白いかもしれません。<laughs> というわけで、えー、最後に「和の音」ではこれからもさまざまな文学作品をアップしていく予定ですのでぜひぜひいろいろ聞いてみてください。えー、二宮明でししたたありがとうございました